高橋は言います。もし目標を言って失敗したら、昔は恥ずかしい、かっこ悪いと思っていた。でも今は思います。恥ずかしくてもいい、かっこ悪くてもいい、目標は金メダルです。その言葉からあふれ出る本当の強さに、日本のエース高橋大輔に夢を託したい。世界と戦えるハートを手に入れた日本のエース、真の強さを見せてくれ。チャイコフスキーバイオリン協奏曲、最初にコンビネーションジャンプ。トリプルフリップ、トリプルトーループ。トーループが少し回転不足に見えました。二つ目のジャンプはトリプルアクセル。トリプルアクセル。トリプルルッツ。最後のジャンプを終えた高橋です。自慢のストレートラインステップ、一気に頂点に駆け上がるか。次第に大きくなる拍手、これがエースの自覚です。なんとか踏みとどまってくれました、高橋大輔。いやーかっこいい。最後ジャンプを終えた後笑顔が戻って、その後ステップは本当に楽しそうに滑っていたので、こっちもなんか見ていて楽しくなりましたね。はい、山口さん、はい、これが日本のエースの演技です。見事でしたね。トリプルルッツあたりからスコーンと抜けた感があって、でステップの後の表情は僕目の前で見させてもらったんですけど、すごくいい表情をしてたと思います。いやー、この表情の高橋大輔は、ただいや初めて見るような気がします。いかに大きなものを背負ってこのショートプログラムにやってきたのか、それを伺わせるような。まあ、本田さん、そのあたりはジャンプの最初のジャンプ、そうですね、このトリプルフリップからのコンビネーション、ここで一度詰まってしまってトーループ、これは足りてないですね。4分の1回転以上足りていない場合はダブル判定になってしまうので、トリプルの点数はつかなくなってしまう。3点以上のこれは得点のロスになってしまいます。はい、3回転2回転という判定かもしれません。自身の持つショートプログラムのパーソナルベストというのが、今滑り終わったジュベール選手よりも
高い点数を持っていますのでパーソナルベストに近づければ問題ないと思うんですけれどもね。 84.44 というのが高橋の持つパーソナルベスト。現在トップのジュベールが 83.64。 ただジュベールは4回転3回転を降りてこの数字です。今回は全日本フィギュアでも素晴らしい演技を見せて金メダル候補としてやってきたこの地元日本での高橋大輔。いやただ東京体育館の観客は本当にこの高橋を後押ししました。最初のジャンプその判定も気になりますが高橋大輔、さあ自己ベストに近い得点が出ればジュベール、バトル、このあたりと並ぶことは十分に可能ですが、高橋大輔、その得点です。ショートプログラム。おっと、悲鳴が聞こえた。36.94。得点は伸びません。37.57、こちらは高い評価。プログラムコンポーネンツ。トリプルフリップ、トリプルトーループのトリプルトーループがダブル判定になってます。74.51 という合計得点。しかしここまでジュベール、ランビエール、この辺りが滑り終えて現在3位です。高橋大輔は3位、十分に明日のフリーメダルが狙えるポジションにつけています。高橋大輔渾身の滑り、現在3位です。